ここからは道内の天気です。こちらは今の道南江差市の様子です。白波が立っていて風が強いことがわかります。現在警報が出ています。暴風警報は浦河町など日高東部です。続いて暴風雪警報が宗谷留萌地方や石狩市、後志市、檜山地方に出ていて西風が非常に強まっています。代わって波浪警報が日高から東部の太平洋側、そして日本海側に出ています。こんにちは。こんにちは。昨日から道内は荒れた天気となっています。日本海側では今日も雪が続き暴風を伴うところもありそうです。夕方にかけて警戒が必要です。ではこの後の雪と風の予想です。今夜にかけて上川や空知地方などで最大15センチの雪が降る見込みです。雪の強さのピークは昼過ぎまでの予想ですが、その後も雪の続くところがあるでしょう。そして非常に強い風を伴います。瞬間的には35メートルの暴風となる恐れがあり、猛吹雪や吹き溜まりによる交通機関への影響にも警戒が必要です。では今の札幌の様子です。この時間積雪は14センチもあり、さらにこの後も積雪が増えそうです。午後の天気と気温です。札幌は夕方頃まで雪が降りそうです。最高気温は札幌で2度、旭川で0度と今シーズン一番の寒さとなりそうです。晴れる道東方面も冬の空気です。気温は釧路や根室で5度までしか上がらないでしょう。変わって今の旭川の様子です。こちらも雪が降っていますね。では週間天気です。明日は一旦強い寒気が抜けるため気温は上昇します。雪ではなく雨の降るところが多いでしょう。積雪路面はぐちゃぐちゃとなり路面状況が悪くなりそうです。明後日は日本海側で再び雪が降るでしょう。以上天気でした。